はい、どうも皆さん、こんにちは。アラブレスアラブのナーススクールやってまいりました、ヤクモですね。さあ、今回はですね、スペシャルゲストの皆様をお呼びしてという、新しい企画でございます。こちらですね、皆様ご覧ください。どうぞ。屈強な男たちというところでございます。実はもう本当にダンス界の中でもうスーパースターたちですね、実は今日はお越しいただいているというところでございます。プレイバトルの皆さんです。よろしくお願いします。スーパースターです。ごめんなさい、統一はなんかプレイバージョン版 TV。 よろしくお願いします。なんかグループだとそういうあのこういうのができる TV。 いいっすね、いいっすね。なんか B ボーイっぽい感じジェスチャーが緩めやけど、ね、はい、ということで今回ですね、プレイバージョン版の皆様にお越しいただいているというところでございます。もしかしたらダンスがお好きな方はですね、もう見覚えのある方たちなんじゃないかなというふうには思うんですけれども、改めてですね、まず皆さんの自己紹介をいただきたいなというところでございます。そうしましたら、リーダーさん。はい、じゃあ行きたいと思います。フレーバージャパン TV やっております、ウィングゼロと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィングゼロさんです。はい、で一応ご紹介させていただくと、僕がファウンドメーションというチームで、一応、一斉と僕、はい、同じチームメイトで、まあ、一応世界大会そこでも一応優勝したことがあるんですけども、一応優勝してるってことなんですね。はい、彼は、で先にじゃあ一斉から紹介させていただきます。一斉です。はい、伊勢です。伊勢ね。はい、ファウンドネーション九州男子の伊勢と申します。元気でやってます。よろしくお願いします。そして、じゃあ次の弟の大地です。はい、僕の弟です。本当にあの血がつながっているというところでございます。本当にご兄弟で、しかも最近は、最近ちょっと前ですけど、あのメルセデス・ベンツさんの、はいはい、あのインタビューもやってらっしゃって、兄弟で車に乗るというね、インタビューを見させていただきましたけど、どうですか、仲の具合というのは。なんかいいっすよ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、そうだなって空気感で感じるのが。おいくつ？4個差です。4個差。はい、タイプさんは今20歳です。20歳。あー、今年21で20歳。なんか若いですね。もう日本 の, そのダンス界、とにかくその B ボーイ界を担うスーパープラザーズというところでございますけども、はい、よろしくお願いします。そしたら、そして、そして、はい、大さんが、レンです。レンです。レンさんです。よろしくお願いします。レンさん、九州男児。はい、そして、ご紹介となりましたが、先日 D リーグで、コーセイ6戦なんとチャンピオンになっています。すごいことですね、これは。本当にもう名だたるチームさんがいらっしゃる中で優勝ということで、パフォーマンスも見させていただきましたけども、すごかった。もうなんかもうすごいことになってみて、もうどうなってるだろうってね。今多分映像がちらっと出てるかと思うんですけども、ブレイクダンスというのをこの主なジャンルとして踊っていらっしゃる方たちでございまして、まあ、そのスキルと、あとその迫力、あとそこにこう芸術性というものを兼ね備えながらですね、たくさんの方たちを魅了しているチームでございますので、ぜひ皆さんですね、動画の方も気になる方見ていただけたらお願いします。本当にラストのあのファイナルとかもすごい畳み掛けだったなっていうふうに思うんですよね。いや、もう気合でしたね。いや、そうですよ、気合でしたらだった本当になんかもうパッションがめちゃくちゃ伝わってきて、気持ちで最終的にはこう勝ち取った優勝だったなっていうふうに思います。あの一番ラストのやつが一番練習できるかと思うんですよ。あ、そうだ、気合だけでいこう、もうラストのラストが。なるほど、それが多分会場の皆さんも伝わってっていうのがあったのかもしれない。もうツイッターとか見てても、やっぱりそのコメントもなんかすごかったですね。心を奪われたみたいな、嬉しい、多かったので、本当にそれをこう全身で表現するっていう。ダンスの中でも、僕もこれは感覚なんですけど、ブレイクダンスでちょっとまた違うかなというか、特殊かなというふうに思っていて、上下左右が本当に入り混じる、そうです、空間に対する動きっていうか、なので、やっぱりちょっとそこに対するこの一歩踏み出す勇気だったりとかも踏まえるんですけども。ちょっと一線を画すよなっていうふうに、僕もそのポッピンっていうか、すごいね、ポッピンっていうダンスちょっとやってる端くれでございますけども、やっぱりこうダンサーさんたちの中でもブレイクダンスやってる方たちも違うよねっていうのが、ポッパーの中でも話であったりとかして、もう大尊敬のジャンルをやってらっしゃる方たちでございますということで、優勝改めておめでとうございます。ありがとうございます。
めっちゃ褒めてもらったし、いや、マジで大満足、もうお腹いっぱいおるで、今回の動画の趣旨なんですけど、ちょっと面白いなというふうに思って僕が企画させていただいたのが、BTS のメンバーの方たちにちょっとこう沼っていただきたいなというか、もしよろしければ皆さんにも K-POP を好きになっていただきたいなというふうに思ってるところがありまして、多分まだ皆さんその K-POP 自体はそこまでこう知っていらっしゃるわけでは全然詳しくないですよね。でも興味はある、あのカバーダンスといいますか、ちょっと踊ってみたを書いてらっしゃってる動画とかも見ていて、この方たちは多分好きになってもらえるなっていうふうにちょっと思ったところもあるので、ちょっとその布教活動みたいなところをしていきたいなというふうに思っているところでございます。で、今日の一応趣旨としては、一緒にこの後 BTS の DNA を踊ってみてはやりたいな、おもう世界チャンピオンの皆様とやっていきたいなというふうに思っているところでございますので、そちらの方の動画もお楽しみにしていただければなというところでございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでですね、ちょっとこちらの方にお写真をいくつかご用意させていただいているというところがありますので、まずはですね、ちょっと顔から入るといいますか、BTS のメンバーのお名前も多分皆さんよくわからない状態だと思うんですけども、この人のちょっとこの顔が気になるなとかっていうところから、その気になる方のファンカムを見ていただいて、そのパフォーマンスを見て、さらにそのどういうリアクションをされるのかっていうところをですね、収めていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。それではまずちょっと見ていただきましょう。よっしゃ、お BTS 名前は全然、はい、グループ、そうですね、グループでございます。 K-POP スターでございますけど、まあ、結構もう歴で言ったら長い方たちなんですけれども、その前情報なしでですね、ちょっとまず見ていただきたい。まずこのお写真、こちらのお写真から見ていただきますね、はい、この皆さん真剣な表情をまずはですねご覧いただきたい時間でございますけれども、大地君は結構そのビジュアル的に僕あれデビューするかなってちょっと思ってるのが、K-POP 業界行ったら多分いけちゃうんじゃないかなって思ってる部分、いろんなオーディション番組で僕情報持ってるんで、よろしくお願いします。ご紹介して、カルドで行っていただいて、もうワールドスターにもうそこ行っていただきたいな。結構マグナルさが遅そうだな。20歳ですからね。しかもすぐにその即戦力として踊れる実力も兼ね備えているっていうところ、ちょっとね、あの関係者の方もしかしたら見ていらっしゃるかもしれないと思ってます。次の写真ちょっと撮りましょうか。あ、こういうのが兄弟や、ね。いいですね。ああ、いいですね。いいですねっていうね。はい、ということでございますけど、ちょっとこう何枚かね、写真を見ていただいているところでございますね。はい、で、もう一枚くらい行きましょうかね。この写真とか。ナチュラルですね。多分じっくり見ていただくと、皆さんちょっとヘアスタイルとか、あと髪の色だったりとか、目の大きさとか、口元とか、少しずつ皆さん特徴がございますので、なんかちょっと気になった方を笑顔で言うと真ん中の僕も笑顔で言うと俺はこの一番このなんか右下の方ですか。笑顔が、なるほど、真ん中の方と、はいはい、右下の方と、はいはいはい、他はどうでしょうか。僕は彼ですか。お、なるほど、こちらの方ですね。一番ですか。テンションどこですかね。印象が。ああ、なるほど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 。確かに輝きがなんかおわって感じです。なんか光なんてわかんないですよ。大事です。ファーストインスピレーションみたいなことですからね。どうでしょうか。いや、僕もこの右下の方。こちらの方ですか。はい、おお。なんかどういうところに光りました。いや、なんかかっこいいですね。あー、なるほどね、かっこいいなということで、じゃあ真ん中の方、右下の方、あとこちらの右上の方というところですね。名前はですね、ございまして、真ん中の方がググちゃんと呼ばれる、ググジョングク、ジョングクでございまして、なんか聞いたことありそうな響きが、多分そのミュージックビデオを見ていただいたときに、大体こうセンターに来る方。なるほど、はい、こちらのジョングクさんで、このグループの中のマンネって呼ばれる、マンネっていうのは年下、一番年下の方をマンネっていうふうに韓国語で呼ぶんですけども、マンネはググちゃん、ジョングクの最後のググを取ってググっていうふうに昔で呼ばれているんですけども、で右下の方、こちらですね、テテちゃんと、いわゆる若そう、そうですね、テテちゃんは少し年齢はググちゃんよりは上なんですけども、最年長の方ではない、真ん中のラインに位置する方です、ちなみに一番人気なんじゃないかって言われてるのは実はこのテテちゃん、世
界のイケメンランキング1位に輝いて、イケメン好きという、かっこいいって言ったのも、もうすごい、まさにその通りなんで、でそのこの方のやっぱりパフォーマンスとかを、まあ、これから見ていただくんですけど、その表情、たくさんの方たちが目をこうわしづかみされるような表情というところに、1個ポイントがあるかなと思います。そして、まずこちらの方ですね、実は BTS のリーダーです。リーダーリーダーがリーダーを選ぶというのは結構すごいなって思っちゃって、なんか すごいですね。なんか見てるところというか、なんか感じるものがやっぱあるのかなっていう、同じそのポジションだからこそみたいな。で、ちなみに IQ がめちゃくちゃ高いと思って。おぉ、確かに。確かに。確かに。で、そうやろ。そうなんですよ。で、リーダーがあり、英語が堪能。ほら、ほら。繋がってくる。おぉってなっちゃいますけど。まあ、ベターザンユーなだけで。でも、海外の時、喋れるからずっと背中に。そうなんです。海外一緒に行くときは大体僕が通訳やったみたいな。そう、本当にそうなんですね。めちゃくちゃシンクロしますね。すごいな。通称ですね、RM、ラップモンスターっていうふうに。パーティーモンスターやな。PM です。PM です。PM と RM。パーティーモンスターってすごいですね。どこにでも行けちゃうと。そうですね、そのポテンシャルの高さたるポテンシャルだけは高いかもしれません。でこの方が実はその、まあ、メインラッパーというところなんですけど、BTS って実はその事務所としては一番最初すごく小さかったんですよ、いわゆる三大事務所っていう大きいビッグネームの事務所さんがある中ですごく無名のところから始まったグループさんなんですけど、その事務所の社長さんがこの人のためにチームを作りたいって言ってできたのが実は BTS。 はーすごいぐらい実は超カリスマやな。そうですね、実はっていうところがあるので、ちょっとこういった方のパフォーマンスを次は見ていただきたいなというふうに思っているところでございます。なるほど。はい、ただですね、ちょっと皆さんここまで見ていて、この方たちは今すごくバンタの写真を見てキャピキャピしていらっしゃるんですけども、本当にブレイクダンス踊れるのっていうふうに思ってる方ももしかしたらいらっしゃると思うので、そんなことないと思いますけど、初めての方もいらっしゃると思うので、ちょっとですね、皆様に少しだけなんですけども、技を披露していただきたい。ちょっとした技でいいんですけども、いただいてもいいですか？もちろん。ありがとうございます。ということでですね、ちょっとこのテーブルを受けさせていただきます。はい、ありがとうございます。さあ、ということですね、フロアの準備が整いましたというところでございますので、よろしければ皆さんのムーブをですね、見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。おいしょー。ありがとうございます。そうしましたら、トップバッターは、はい、リボイタイチー、お願いします。レッツゴー、レッツゴー、ライオー、ライオー、ライオー、イエーイ、イケネー、イケネー、イケネー、日本一世界チャンピオン、レッツゴー、ワオ、気になるのありますか？
見てみたいなっていう。ちなみに一番再生回数が6057万回3年前の Boy with Love っていう楽曲なんですけど、すごい、見てみますか。いや再生回数すごいすごいことがあります。行ってみましょう。英語が入ります。しっかり踊るよ。はい、という感じでございます。おしゃれ、すげえ、めちゃめちゃおしゃれな感じですよね、うん、参りましょう。先ほどちょっとイケメンだねって言っていただいた方でございますけども、テテちゃんです。1.3 億回の再生回数もうとんでもないですね。ファンカンで 1.3 億回は多分もうテテちゃんだけなんですけど、億ですよ、億で。日本の人口、ね、そうですね。日本語でも全員が全員見てる、一回見てるっていう。それでは同じ楽曲になりますか。もちろん Boy with Love になりますね。3000万再生だって今まで歌ってなかったらすごい恥ずかしいな。きたいいあそっちのやつだ。好きなんだ、セリが。めちゃくちゃかっこいい。はい、という感じでございます。はい、ちょっとやっぱ同じ同性だからなんか分かるポイントもあるじゃないですか、うん、うわそういうことできるんだみたいな、それはかっこいいよなみたいな、うん、女性だとうわキャーってもう素敵男性だと男性でまたちょっと違うというか、ずるいよね、ずるいって感じよね。なんか俺らもこう見てもらって踊りかわいいです、うんうん、こういう表情しとるかなと思ったら、大体俺らちょっと自己者多いやんねブレイキングジャンルもあるけど、クリームシンガーとこうやってみて、そこでもちょっとやっぱこう意識、ちゃんとカメラ意識みたいなのをこう、そうですね、なんかどのタイミングでもなんかいい表情してるっていうか、いやもうなんか、すでにイケメンな感じがそうですよね。どんな時でもイケメンっていうところもありますか。割と K-POP の中でもイケメンっていう風に呼ばれる方たちが今のブックさんとアテツさんっていう風に言いますね。そしたらラストですね、リーダーでございます。もともとアンダーグラウンドでラップをずっとやるのがこう K-POP 的ですね。そうなんです。そうなんですよ。アンダーグラウンドになってきたときに、鈴木さんというか、しっかり残してるのは、つらかで語る男でございます。どうですか、リーダーとして、結果的には。でもやっぱこう、ついてきたくなる感じ、うん、その、まあ、多分 BTS ってメンバーすごく多いと思うけど、うん、なんでしょう、その、ファン、女性ファンっていうよりかは、なんかこう、メンバーに一番愛されてそうな感じを感じました。そうなんですよ。なんかこう受賞式とかあるんですよ。でマイクの前でみんなが喋るんですよ。やっぱりこう仲間内でこれなった時にリーダーそれをスッって見て後ろから行って感じしてっていう。でやっぱその最近だと国連でスピーチをされたりとか、つい最近はホワイトハウスに行って実はそのバイデン大統領に呼ばれて。まあ、そのアジアヘイトっていうところに対する問題提起をしていくっていうところでこのメッセージも発信する役割を担うというところで全部そこをご自身の言葉で英語でスピーチをされるっていう、まあ、非常にこうインテリジェンスな一面もあるというところで、まあ、パフォーマンスだけでなくこう外部に BTS でって言ってこう出向く時に大体こう顔になる方なのでアメリカのテレビ番組ではやっぱりナムさんがメインになってきたりとかっていうふうになるので。やっぱりこう支え方というかお父さん的役割かなっていうところで、ただめちゃくちゃエアポッツなくすらしいですBTS 全体のパフォーマンスをちょっとラストに見ていただきたいなということで今日皆さんで、はい、やらせていただく DNA をですねちょっと最後見ていきたいなというふうに思います。行ってみたいと思います。ちなみに僕の推しは実は J-BOX さん、どうぞ、こちらのパーソン
で、お次、この方がジミーさんです。DNA なので、まあ、つながりというところで、まあ、その血のつながりとかだけじゃなくてみんながつながってるよっていうのをラストを手で表現したいみたいな風になっているというところでございますので、こちらをこれからですね皆さんと一緒に踊っていくという企画がありますのでよろしくお願いします、まあ、ちゃんと丁寧にお伝えしてもらいますのでお願いします。すぐに踊れると思います。よろしくお願いします。ということでそちらの動画の方もお楽しみにしていただければというところでございます。皆様もう素晴らしい方たち、ちょっと今 BTS の入り口に今来ていただいているところでありますので、コメント欄の方でですね、ぜひプレイバーでマスターたちにですね、こういう風な動画がいいよとか、こういう人なんだよっていうちょっとこうご紹介みたいなコメントとかもいただけたら嬉しいなというふうに思っているところでございますので、よろしくお願いします。プレイバーでマスターたちの動画のチャンネルの方もこちらの方にリンクの方に載せておきますので、チェックしてみてください。それでは第1弾の動画はこちらまでになります。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは。